はい、こんにちは、夏祭りで盛り上がっております東京多摩地区某所よりお届けしております今月のナナビットチャンネル、先月ですね、アメリカロケで、向こうのですねハードコアゲーマーを、紹介した我々ですが、今回はですね日本にいるアメリカ人ハードコアゲーマーの情報をキャッチしたのですね、こちらまでレポートしに参ったというわけでございます。そちらの方のですねお家がこちら、全く普通のアパートに見えますが、ここにですねもうちょっとした有名人の方がいると。さあいらっしゃいますでしょうか。あーどうもこんにちは。こんにちは、はい、ルーク・モースさんです。よろしくお願いします。はい、モース・ルークです。モース・ルーク、はい。どっち？あ、ルークです。はい、ルークです。あ、どうぞどうぞ。というわけでご家庭のリビングに入って突然ですねこのネオジオのアーケードが2台あるという、なかなかハードコアな。そうですね、はい。これはまたもう珍しいというかちょっと古い。結構古いですけれども、インターネットオークションで見つかってちょっとボロボロの、あの状態でしたけど、あの買ってちょっと綺麗にしました。綺麗にして直して、はい、ペイントをしてるんですか？はい、そうです。はい、外板をこうペイントして、じゃあサンディングして。そう、サンディングって、はい、プライマーと、プライマー、サフィアさん、プライマー拭いて、はい、ホワイトを拭いて、はい、そうです。そういう DIY が大好き。あ、大好きです。大好き、かなりあの大好きですけれども、はい。これ基板は全部最初から入っていたやつ？あ、入れなかったです。はい、それも買って。それも買いました。はい、はい、チョイスがね渋いんですよ。ここにはXbox、 はい、Xbox Wii と昔の Xbox 初代ですね。はい、わそう、レーザーディスクもあります。ちなみにモーさんはあのとある会社の英会話教師をなさってます。はい、そうです。はい、こんにちは。あ、こんにちは。Hello, nice to meet you too. Thank you for coming. あ、そしてですね、はい、ルークさん実は YouTube の世界で有名人。あ、まあ結構あの人気はありますけど。どんな動画アップしてるんですか？ゲームのリペアとか、こういう筐体のリペアの様子とか、はい、コレクションとか。そうですね。しかもね、わっ、お客さんが来たよ。あ、すみません。ご近所付き合い。ルークさんなんかお土産を。あの DVD プレイヤーも一回直したことあります。 DVD プレイヤー直したの？そうで、その代わりにこれをもらいました。メロン。メロン、はい。ちょっといい話。これがレトロゲーマーという本に、あ、はい、そうです。取材された、はい、これはやっぱ YouTube で有名な人を、はい、こういう取材したいっていうオファーがあって。そうですね、はい。これはどういう修理をしたんですか？あの、このゲームボーイは一応スクリーンがなかなか見えなかったんですけど、あのそれをハンダであのちょっといろいろやって直しました。自分です。すごいですね。はい、そう、しかもですねちょっと向こう気になるんですよね。どうぞ。出ましたで見てください。もうまた、ネオジオのスーパーネオ、ちょっと新しいですねあれよりは。あ、はい、そうです。もう一個スーパーネオで、またガンバリーラン、あ、そしてアストロシティにはこれいいな、モータルコンバットの、あれ時計のラバーが、これすげえ、全部液晶なんだ。そうです。スロットも好き、はい、あ、スロットも好きです。あの一応この中にも、うん、あのパチンコ1台ありますし、でその後ろにもう1台 の, あのスロットはありますけど、はい、お、そしてネス、はい、アメリカの Nintendo の, あのゲームソフトとか、そっちにもありますし、こっちにもありますし、あの引き出しの中にも、あの、まあ、すみません、
から。あ、ネスがある。そう、ありますし、あと昔のあと2600 MSX。MSX も持ってる。これシャープファミコンタイトル。ああ。はい。FM タウンズのマーティ。ああ。はい。タウンズマーティ。そう。PC エンジンとか、あーたったったはい、ちょっと聞いてないんですけど、はい、持ってますねこの後ろにもいっぱいありますし、あるし、ここにもそうです。そう、ロクさんラジコンも好き。ラジコンも好きですはい、このエンジンカーすごい、もうメカが好きなんだね、これメカニック。そうですね、はい、いろいろ作るのは好きです。ただ、時計がショックで、あこうしていても。お友達の名前は？ああ、ジャズです。ジャズさんです、はいはい、ジャズさんもゲーム好き。ルークのおかげで、ルークのおかげで、ルークの影響で、うん、そうそうそう。ジャズさんはアメリカどちらの出身？あ、実は僕はイギリスから来ました。はい、なるほど。じゃあこうミシガンのルークさんとこうイギリスのジャズさんのゲームコミュニティがで、やっぱりこんだけゲームあるってことはお友達いっぱい呼んで。あ、そうですね、はい。日本人も、日本人も、はい、いろんな人も、はい。そういうパーティーはよくやってるんですか？よくはやってます、はい。ちなみにこういうとこにパーティーやってて女性が来た時のリアクションというか反応は？女性はなかなか来ないんですはい、なかなか来ないです、はい、なかなか来ない。それが問題です、はい、例えば誰かのガールフレンドが一緒に来たりはしない？あー、そうですね、一回だけは聞いたんですけど、なんかもうつまんないって言って早く出ましたで、ちょっと歩きに行って全然戻れなかったです、はい、あ、ちょっと散歩行ってくるって言って。そう、ちょっと散歩に行ってくる、1時間2時間ぐらい経って戻れなかったらちょっとおかしいなと思ってで、彼が電話したら、いや、私は帰りましたって言って。うわー、はい、すごいなこれでもしょうがないの、この趣味ホビーとそういうのとのバランス、男として難しい。そう、難しいです、はい、難しいところ、はい。ジャズさんは大丈夫ですか、そういう、そういう問題そういう問題彼女は多分好きじゃないかな、うん、かなるほど、ね、聞いたら絶対に別れちゃうかもしれないです、はい、ルクモースさんとその友達ジャズさんのゲームルームですね、ゲームハウス。あの、ゲームセンターと、ゲームセンター、ちょっと、そう、ちょっと近くに、はい、ちょっと気軽に遊びに来てっていうことなんで、もし興味ある人は YouTube からね、ルークモース1検索してコンタクト取っても OK です。メールアドレスって分かるの？あ、はい、分かりました。あ、はい、もし興味ある方はルークモース1で YouTube で検索してください。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございます。